はい、今日も始まりました。松尾修造のこれ知ってます。今日のこれ知ってますはですね、主婦の味方を紹介したいと思いますけども、結構主婦の方やったら知ってるかもしれません。そんな商品なんですけども、はい、こちらの商品見えますでしょうか。何も変哲もないタッパなんですけど、ここに穴が開いておりまして、ここには、ちょっと穴がこちらにも開いてますが、まあ、水でもこう出すような穴といいましょうか。実はこの、タッパ、非常に便利な商品でして、まあ、ここに穴が開いてるんです。ちょっと今ないんです。スパゲティを作るタッパなんですが、ここにちょうど刺してあのスパゲティを刺すと1人前の穴になっておりまして、刺し終わったら蓋を開けまして、この中にスパゲッティを入れます。スパゲッティを入れて、蓋をしてですね、ちょうどこちらの方に1人前2人前と書いてあるんですが、お水を入れていただきまして、なんとこれのままチーンしていただきます。レンジ入れてチーンしていただきますと、レンジ入れてチーン、しつこいですね、チーンしていただきますと、スパゲッティができると。そしてまたここを水を切ったら、出来上がっていると。非常に1人前でも2人前でも簡単にすぐにできるスパゲティができるという非常に便利な、商品になっております。今日のこれ知ってますは、スパゲティができるタッパでした。ではまた明日、さよなら。